どういうこと？人事だおはようございます。おはようございます。おはようございます。本日3日目の朝なんですけど、はい。昨日ラスベガスでね、はい。今もラスベガスの RV にいるわけなんですけども、うん、なんと、はい、朝6時に起きるって言ってたのに、はい、11時に起きて、12時45分です。よいしょー。まだラスベガスです。今頃ね、雄大な、ね、自然を満喫してる予定だったんですけど、やりすぎちゃった、ね、やりすぎちゃったちゅうことで、ちゅうことでね、そう、それでどっちにしろ週末でね、そう、空いてないんだよね。グランドキャニオンの RV パークがやってなかったんで、やってなかったです。空いてない。予約がいっぱいで、そこまで行くのにも5時間ぐらいかかるから、逆にここに1泊して、もう1泊して、で、早めに街とかを逆に遊びに行っちゃって、で、それで明日の朝、今週5時、6時に。今日9時に寝るのが目標です。はい。そうすれば7時間寝れるから、で、うん、4時に出発したとしても、うん、全然全然。全然だね。食材がいっぱい余ってるから、今日はこの中でランチ作ったり、うん、ディナーもしたり、ディナー作ったり、うん、ワインもあるし、うん、あとは仕事してね、うん、そうだ。ゆっくり仕事しましょうか。そうですね。うん。Wi-Fi もあるし、そういえば。うん。あ、ゆうべ借りられる。うん、ね。うん、出てた。そうそう、もう一回ちょっと閉まっちゃったけど、うん、展開していきましょう。了解です。うん、中根です。もう頑張っていきましょう。レッツゴー。連泊が可能になったので、イエーイ。今からランドリータイム。とんでもなく汚くなったパンティーと野原ひろしを凌駕する靴下をランドリーに洗いに行きたいと思います。どうも。すごいよね、見て。うん、四輪で後ろ。こっちも。すごい。さっきアンダーさんが言ったんだけど、ここは1日だけとか泊まる人は少ないらしい。ね、連泊でやっぱ基本で。7泊とか1ヶ月泊まってる人が多いらしい。7月だけでも1週間遊べるもんね。そうだよね。じゃあまあ、不幸中の幸いということですね。そういうことだよね。あったー、またー。あっつ、涼しい。これサイズ全部一緒だね。これ25セントって書いてあるよ。25セントか。2回線分くらいありそうだね。はい、じゃあ2人、うん、2個回そうか。うん、セントある？ない。セントないよ。セント君。セント君ないね。よーし。ないか。チンチン侍で勝負だな。いくよ。お題をかけた。チンチンサムライキューインラスベガス。ルール説明をちょっとした方がいいかな。軽くね。チンチンとサムライとチンチンサムライがあります。チンチンは流し。チンチン。チンチン。チンチン。で、サムライがサムライ。借金。サムライ。借金。サムライ。借金。サムライは借金。で、チンチンサムライって言われたらみんなでチンチンサムライ。じゃあちょっと一回やってみられた人がまた次はコマなんで。行きましょう。はい。はい。いきなり練習。チンチン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 侍。チンチン侍。チンチン侍。チンチン侍。侍。借金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 。侍。借金。チンチン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 。手が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 。うん、では、分けに行きます。はい、じゃあ、最初の小屋最初、ブッ、チェンキブッ、はい、よいしょ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 、行きます。はい、行きます。はい、お願いします。サムライ借金、サムライ借金、サムライ借金、チンチンサムライチンチンサムライチン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 サムライ借金、チン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 サムライ借金チンチンサムライチンチンサムライサムライ借金チンチンサムライチンチンサムライ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 あ、これ先端の2、3ドルを、2、3ドルを、3ドルのチェンジしたのね。オッケー。行きまーす。はい、お願いします。
白鳩式のポイントで、こっちが乾燥機だ。多分ガスだからすぐ乾ける。充実してやら、ね、大体30分ぐらいで乾くね。日本のやつだと、とりあえず踊るか。踊るか。アンダーさんを待ってるよ、アンダーさんを待ってるよ。へい、来た、帰ってきましたよ。あー、すごい、チンチンとぐらいかけてよ。よくここのチンチンなのよ。ここのチンチンなのよ。でもこれ銭湯さ、見たことないんだよ俺。だから合ってるかわかんねえんだよな。え、数字ないの？え、一応1ドル渡して、なんかこれランドルで使いたいんだけど、あの両替してもらっていいですかって聞いたら、とりあえずって一緒にパッと取られて、じゃあって思いました。これ OK か。もう一回、これ全部一緒だよね。え、25セントじゃないか。まあ一回ぶっ込んでみれば。そうだね、確かに。25セント効果じゃないかな、多分。え、ダメ、マジ。そうじゃない。でも、それ使ってって言ってるから、さすがに資産でしょ。さすがに資産、さすがに資産共和国ですね。あ、これ25セント、これ25セント、うん、1枚しかないで25セント。これで50セントだから、ゲラチン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 侍100均チンチン侍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 侍100均チンチン侍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 侍借金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 チンチン侍チンチン侍チン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 サムライチャッキーサムライサムチン。あっ、いけ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 いアタックで、閉めて、ライトかな、ノーマル、コールなんだろう、テンプ、ワームで、スタートすれば、いい、ノーノーノーって言ったらいいんだ、ノーノーノー、ノーマル、ライト、あれ、タイム、全部選ぶじゃん。今 1.25 セントしか入ってないじゃん、タオナリ。違うか、違うな、そうしよう。あ、でもそうかもしれない。でも25セント効果だから、いや、そうだ、結構いるね。で、1ドル50セント25セント必要。1ドル25セント、これ多分入れていけば。1ドル、じゃあ、1ドル50セントなんじゃない？ 1 ドル50セント。そうだよね。ってことは、1ドル両替しただけじゃ、そもそも足りなかった残骸だね。足りなかった残骸。しかも、これ使えないっていうこと。こいつが使えない。うわー、これ25セントで買えるアンダーさんのお尻の穴に突っ込んでおきましょう。あ、そもそも25セントじゃないと本当に受けてないな。そうはい、行ってこい、新人侍。うん、あのね、昨日ね、ラスベガスで大勝負してるから。確かにね、あのカウンターあるじゃん、ゲスケの、そこのカウンターじゃ両替してくんないから、あの隣のストアがある、ストアのお姉さんに言えば両替してくれる。チンチン侍ゲームお疲れ様でした。お疲れ様でーす。洗濯物をしてる間にクッキング流お流クッキング、うまいからね。ね、もうね、みっちゃんの出番なくなっちまうこれ。寂しくなる。多分爆破されますよ家。みっちゃん帰ってエンジンかけたらバーン。スパイ映画見てる。スパイ映画見てる。何作ってるんですか。なんか冷蔵庫いっぱいあったんで、エビとか、あと何だっけ、アサリか、アサリ、あ、鮭もあるね。そうそう、鮭もあったから、鮭のアパカそう、それと野菜といいね的なものを的なものそう、1個作って、うんうん、それ終わったら、そのタレでパスタ作るじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、最高。まだ誰もしこっておりません。そうですね、奇跡的に。え、しこってないよね。おい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 お
寝る前になんかプル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 ってしてて、でそれで最初アンダーさんまさか隣でって思って、いやいや、で、あでもちょっと揺れてたよ、ちょっと微振動があったんですよ、やっぱ揺れるっすか、あ揺れるんだ、道路があるからだ、多分なんかゆうちゃんじゃないですか、ゆうちゃんのしこり激しいでしょ、車に乗ってなんか寝るのにいきなりイヤホンつけてまた音聞いてまたって言うなまた音聞いてたか、料理楽しみにしていきましょう、どうですかゆうちゃん、これでおい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 完成しました、うまそう、何ですかこれは、鮭のアクアパッツァです、イエーイ、白ワイン飲んじゃう、いやつれー、つれー、仕事つれー、今3時だけど、ね、3時か3時かさっき起きたから今テンション9時だもんね、だけど時間は時間は冷たいですね、ねえもうあっという間ですね仕事つれー、お待たせしました、ご飯うまそう、バケットまでつけてすげー、僕はやシェフだ、シェフ、うまそう、ありがとうございます、いストーンヘイズ IPA もいっぱいいっぱいお供に、いっぱいほら、いいね、ストーンヘイズ IPA、 泡がすごいのよ、札幌泡が、あざす、いやー、はい、マジで朝ごはんのつもりだけどもう3時いいね、おやつおやつおやつこれがブランチ、これがブランチ、いやー、やっとできたね、で確かに、ね、確かに初めてやるねこれよいしょ、どの遊び方も楽しいからいいね、うん、ねえ、これをいただきます、いただきます、おお、そしてカバイ、3日目、3日かラスベガス、そしてうんうん、うめえ、今日運転ないっていうすごい精神的いや本当に申し訳ないです、酒が飲めるじゃん。だね。ねえ、ずーっと我慢してくれ。あのね、運転楽しい。本当に？特等席だね。一番前で三面すごいでかいガラスの中に景色見れるから、すげえ楽しかった。ちなみに一回だけ運転したけど、マジで怖い。あの建築がすごい多分あれは。本当に怖い。昨日乗ってたからね。ちょっとじゃあ左のまあ丹沢ちゃんというところかって。いや。よし、できましょう、いただきます、では、じゃあ、一緒にいただきます、いただきます、マスターもうまい、酒だね、これは、あと、うまっ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 、やばーい、やばーい、うまっ、出てくる、エビうまいね、エビうまい、ゆうちゃんと料理センスすごくね、めちゃくちゃやばいんだけど、色入れ加減完璧だと、うん、なんかあさりがあっさりじゃん、はい、違う急に始まると思う、いやちょっとあのさ、ここに今毛生えてるんで、シェーバー化しまって絶対に嫌だ絶対に嫌だそんなの絶対嫌だ絡まってお尻にぶら下がっちゃうケツまで行くのそこまで行くのそこまで行くブランブラン、あんなさん、愛を超えました今恋が突破し、愛を超えました気持ち悪いよ絶対自分残すは王だけです残すは王だけですそれに南陽両親の呵責もねえかすごい本当だよ三国志みたいな三国武者みたいな山里が冬とバーおーおー
一気の選手ですね。拠点どんどん出してね。懐かしいな。拠点兵長。多い4発でしょ。来たぞー。シュリンプカッテルいきましょうか。うまそう。開けちゃう？エビの量よ。開けちゃってください。これ昨日のスーパーで買ってきた冷凍のやつをね、ちょっと全部食わないでしょ、これここの例にしようか。マヨネーズかかってたの？マヨネーズあるよ。あれここの例みんなで食べようぜ。シュリンプカクテルいただきまーす。うわぁ、生きがいい、生きがいいんだ。すげー新鮮、めっちゃ美味しい。ほんと？マジで？いただきまーす。ミルクにいただきます。やん、ひんやりしてひんやりするね本当のカクテルだ。あ、でもこのソースめっちゃうまいね。サルサ、うん、サルサだよね、これね。うん、うまい。あ、うまい。ソースもうまい。うん、美味しいよね。エビのプリプリ感は全くないけど、ちょっとまだ、もうちょっと置いてそうね、うん、昨日の夜からね、解凍し始めたんだけどね、うん、シャーベットシリップ、うん、シャーベットシリップ、うん、アンダーさんがハイボール飲むって。朝ごはんですよ。朝ごはんですよ。飛ばすじゃん。もう夜まで持たないで多分。ちょっと、ね、ちょっと氷パンパンに詰めてハイボール一回飲んでみます。一回飲んでみますか。でも今日これで終わるぞ。今日これで終わるぞ多分。とりあえずめっちゃ氷。いや、運転しなくていいのいいわ。運転ないのいいね。でもアメリカってさ、この車の中で走りながら飲むことができないからさ、うん、割と普通な旅だよね、みんな。そうだ、結構びっくりするのは、うん、助手席に乗ってお酒飲むのがダメなんですね。ね、運転しないでも飲んじゃダメ。うん、そう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 。だって、あったあるだけでもダメなんですよね。あ、そうそう、なんかあってもダメだから絶対飲むなって書いてある。うん、うん、ね。あと交通ルールで言うと、赤信号のね、うん、あの右折、うん、が OK なの。そう、なんか表記がなければね、赤、うん、信号で右行ってもいいかっていうね。すげえ怖い。そう、ケンイチ君と俺でもう疑心暗鬼だから、いいんだよね、いいんだよねみたいな、よし行こうみたいな、気合い入れて行きましょう。怖いよな。仕事つれー。お姉さん、右の冷凍庫の方もちょっと見てみてください。あと左の冷蔵にソーダもあります。場所で全部把握してる。把握してる。場所把握してるんだよな。ありがとうございます。いやーすごい。トロトロじゃないこれ。トロトロだったね、見せてみて、ね。トロトロ感。あ、すごいすごい。うわー。よいしょー。冷凍もできるから ね。ね。家なんだよね。じゃあアンダーさん。入れる？いや、ストップって言ってください。いや、一番酒強いからなんだ。ね、それにはいい。これ、まあまあ高いよ、ね、確か。これ99ドル。高い。その分の働きしてもらわないと、ね、おいおい、ストップって言ってくださいよ。あ、トロトロだ。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 出ちゃった。出ちゃったじゃないよ。半分いってるぞこれ。今5000度ぐらい出ちゃったよ。5000度ぐらい出ちゃったよ。5000度じゃ済まないでしょ。25セントぐらいいったでしょ。これはやばいね。これさ、絶対サイダーだよ。え、でもノンカロリーって感じ。いや、ノンカロリーでも甘いでしょ多分。これ三ツ矢サイダーだ、普通の三ツ矢サイダーでもいいですか。でもしかないよ。じゃあ行こう。ないより、ないより、ロックでいい。ロックでいい。ちょっとロックで。あ、そうだ、ロックでいい。行けてみよう。あ、うん。ないより。娘。娘。おいしい。ロックでいいそうです。ロックでいい。いただきます。これでうまい。あー、いい俺。俺が好きなタイプだ。ちょうどよい。すごい。甘々系の、そうそうそう、うん、マッカラン、マッカラン系ですね。あ、そうだね、うん、マッカラン系だね。シングルモルト。あ、うまいね。ジャパニーズモルトウイスキーってありますか。待って、なんでジャパニーズウイスキーがあったんだ。なんだったか。確かに。
美味しかったですね。しょっぱだから。日本のウイスキー飲んでる。逆輸入。ね。すごいちぐはぐなことしてますよ。確かに。こっちの方で発祥してるから。ハイボールも絶対うまいタイプの。バーボンかよかったね。あ、確かに。アメリカなら確かにね。甘いに甘いだけどどうする？ちょっと行ってみようか。ないよりや。これもうどっか行っちゃう。あ？え？二つしてね。欲しいよね。皆さんの。どうぞ。分かるかな？大丈夫。分かるかな？分かんないっしょ。分かんない。分かんない。よいしょ。違う。こういうことを要求してた。違うよ。アリウマ。どっちもやるんだ。いっぱい飲むし。すごい。プラスアルファも飲みました。いやなんか申し訳なかったね。いやめっちゃ飲みやすいでもこれ。飲みやすい。うわ。ニャマさんも飲むじゃあ。え、山さんも飲む。これ99度。ちょっと大切なもん。99度。やっぱりまあまあ普通のハイボールぐらいの。やっぱめちゃくちゃ甘くなるね、やっぱ。そうだよね。普通の飲み方じゃない。うわ、うまそう。濃いな。めちゃくちゃ濃いな、それ。濃いよ。でも不思議と飲めちゃうね、やっぱ。甘いの気になる。そう、薄いな。あんまり。ちょっとしかなかったよ、本当に。香りだけ？香りだけ。私なの。美国。美国。行ってきます。行ってきます。どういうこと？どういうこと？バリうま。両方やるから。両方やる。どっちか使ってくれないと。うまいな。ユーチューバーですね。ちゃんとしたユーチューバーですね。考えてんな。どっちか使ってください。すごいね。編集点を作ってくれる。これが仕事ですね。いっぱい飲むしバリウマ。やばいわ。今コラボしましたね。コラボしたんで。ありがとうございました。勝手に乾杯に。いやーもうやばいね。4時の酔い方じゃないのよ、もう。これは、すごいね。全然飲めるね。これ飲めるよね。うん。大地君。はい。何地ですか？これはさっきリュウちゃんが作ってくれた、アクアバッツァの残りを使って、パスタを作ってます。うえー、今何入れたんですか？これはソーミのレチューでございます。おい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 、うまみを。そうですね、ちょっとあのスープが少なかったから入れようっていうあの料理長の指示があったんで入れときなさい。もうまあまあみんな酔っぱってんねん。いや朝聞くね。ねえ、いや朝は4時半の。もう4時半なのよ。睡眠不足。マスイ。これは作った。これは何の？さっきのアクアパッツァの残り出汁で。料理長の。料理長。いただきます。うん。バリマン出てきた。欲しがりのバリマン。大丈夫、うまい。うん、うまいです。元のソースはうまかったからな。そうそう、めちゃくちゃうまい。塩味もでもちょうどいい。本当に。うん、新麺の茹で加減も一番ちょうどいいですね。うまい。じゃあこれ食べてプール入ってお昼寝して本日は終わりです。お疲れ様です。きれい。第1回楽しない人選手権。エントリーナンバーワン。大志クイズ王、イエーイ。だらしない選手権負けないで。強い。負けず。いい勝負。じゃあ2人に指差してもらおう。いきますよ、りゅうちゃんも。だらしない人選手権。いきます、せーの。おお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 お
ちょっとずつ。目がね。同じずつぐらい肉はあるけど。これ腹はまだ山さんの張りがあるから。確かに。そこで見た。ひどい。ひどくない。でも胸は確かに安田さんがあってますけどね。やめてください、もう。誰がね。気持ち悪い。これ了解してます。イーブンということで、この後、でまだあと僕ら1回があるんで、またちょこちょこ第2回、第2回、どん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 やばい、そういう感じで次週お送りするんで、よろしくお願いします。レッツゴー、プール行こう。プールは無料なの？無料だと思うよ、最終だとしたら、プールも極楽への土日よ。こんだけ人がいたら。あれ極楽って静岡だけかな。え、じゃない？極楽湯あるの。スーパーセットだね。スーパーセットだ。今プール入れないよ。地元の極楽湯の満員、もう人の入り具合で今プール入れないから。混んじゃってね。ね。確かにね。こんだけ RV みんな止めてんだよ。すごいよ。全部ですよ。全部。いや、向こう側にもあっち側にもあるもんね。行ってみましょう。俺らのいたところちょうど向こうじゃん。一番先っちょだ、ね、うん、すげえいい構図だ。動くない？すごくない？あ、つけだったー。うわ、ひどい。やばい。入ってますね。すごい。全部ガッチリなわけないんですけど、 RV パーク、ね、キャンプ施設。RV パークってあるよね、もうサービスエリアみたいな。そうだね、だってトイレも流せるし、水も入れれるしね、うん、電気も使えるし、暖房も買えそうね、プールあってね、なんかジムもあるみたいよ。え、ジムあった、うん、ちょっとどっちが引き締まるか選手権。今やってるから。今やってんの？太陽熱使ってんの？太陽熱で。あー気持ちいい。ちょっと入ってきますか。はいよ。あ、気持ちいいよ。気持ちいい。気持ちいい。あ、結構冷たいかも。いけ。あ、思い切りが大事。エントリーナンバー2。エントリーナンバー2。あ、ちょっとしょっぱい。え、なんで？フリっぽい。さっきヤマタがおしっこしたんじゃない？しょっぱいな。エントリーナンバー2。ノーダイビングだからね。はい。気持ち。進行です。どうすか？プールは。最高だね。これがサービスエリア。サービスエリア。これがサービスエリア。欲しいね。一泊いくらですね。一泊いくらぐらいですか？一泊80ドル。80ドル。今だと1,200〜1,300円ぐらい。一番3,000円ぐらい。1,300円ぐらいだから。いいホテルに泊まれればいいかもしれない。確かに全員でだからね。トータルとして一人だから2,000円ぐらいで、2,000円ぐらいできる。安い。やばいよ。やばくない？半数のホテルは。どっちだね。さあ、どうする？気持ちいい。すいません。来た。選手権暫定ニューオーすごい俺の胸クラブ。俺の胸クラブ。すごい胸クラブ。ポケット。金玉です。でかいの。でかいの。はい、この後はラスベガスの街に飯を食いに行くんだけど、あのリュウちゃんがどうしてもカジノやりたいって。もうワンチャンス。ワンチャンス。ワンチャンス。飲まれてるんだよ。ワンチャンっていい言葉だからね。もう一回やりましょう。ではでは。Let's go。すごくないこれ。ゴールがある。プールの隣に。ずっと周りにあるよ。あ、マジ？パターホールもほら。パターゴール。本当だ。すごい。すごくない？男ですね。自由の国って。すごいね。日差しもいいし。帰ろ。なんで気にしちゃったでしょ。なんでたまたまこのロックが調子悪くて、うん、ガッタイと開いちゃってなんかなっちゃってる、はい、開いてる。あれ鍵持ってるでしょ。
ハギード今風呂上がりでここでチルしてたからね。誰もいない、誰もいない、隠棄しちゃってる完全に。開いてる？やばくね、開いてないで正面ね。うわマジで、あっ、おお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 冗談かと思ったよ。危なかったね。しびれ出されると思った。おーしょー。頑張れ頑張れ。泥棒だよ。泥棒だよ。どういうこと？どうなってる？助けてりゅうちゃん。助けてりゅうちゃん。危ねえ、マジ気をつけようぜ。危なかったね、かなり。もしかしてあそこ入り口になっちゃった？危ねえ。危ねえ。仕事つれー。仕事つれー。こんなにメンタル来ることある？うん、入れは。危ねえ。じゃあとりあえずラスベガスで酒飲んで忘れるか。ギャンブルして。はい。ということで、すごい気持ちよかったね。ねえ。このシャワーを浴びて、で、今着替えたんで、うん、これからラスベガスの方に行って、もうラスベガスだ。うん。なんだっけ？カジノ。カジノ。カジノというか、ラスベガスの中心街に行って、うん、ご飯食べて、うん、リュウがなんか、もう一泊、もう一発、先金したいということで、うん、見守りに行きましょう。いや、俺らもね、亡くなった全財産を取り返してくれ。だってもう飯じゃなくてカジノに行ってたよね。カジノに。カジノ。カジノ行くか。とりあえず行きましょう。うん、行きましょう。レッツゴー。綺麗綺麗よ。すごい。めちゃくちゃいいとこだね。ねえ、めっちゃいいよ。昼間あんなに暑かったらちょうどいい。ねえ。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。これから今 YouTuber に乗り込んだんで、カジノの方に行くんですね。イエス。当たり？カジノして、あちらが飯食うのか。全財産、昨日失った分を取り返してあのピラミッドを買うと。買うと行ってみましょう。行きましょう。また来てしまった、この街に。仕事つらーい。え？すごくない？何なのね、あのタワーは。あれがエッフェル塔のとこ？エッフェル塔のところ？違う、ね、すげえな。着いたぜー、ラスベガス着いたぜー。グフィーが、グフィーが、グフィーが、グフィーいる。いや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 、めちゃくちゃスマホいい。本当だ、本当だ。仕事つるーって言ってたよ。腹が減っては戦できるということなんで、はい、なんかすごいレストラン来た。すごいレストラン、グフィー出てきた。ディズニーだね。ね。でかいの来たぜー。全財産取り返すぞ。キャポイ。やってる。つえ。これ。失敗しー。おお、テキーラ。これ。また。どうも。ゴンデミ。これはあかんぞ。これできない。じゃあです。はい。混ぜるんじゃない？いや、混ぜないで、結構。混ぜる。パンチが効く。いやー、アンダーさん行くねー。楽しみだねー。これやばいね。じゃあ楽しんでいきましょう。キャバイ。あ、です。うわ。なんか始まった。ねえ。すごいこれ、デパートのレストランだぜ。すごくない？だ。こんな世界観。びっくりドンキもびっくりよ。
ゆっくりドッキリですよ。アメリカンですね。おいおい、全部茶色だぞ。おい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 。いただきます。どうぞ。これは何だ。おすすめのお姉さんレコメンドレシピ。うん。うまい。ねえ。ナポリタン。ナポリタンっぽいね、なんか。うん、程よい辛さと。はい。はい。ピリ辛。うめえ。仕事つれー。ブーン。仕事つれー。最高だね。肉は食った。肉食べよう。これ味付いてるの。バターか。割とだな。うまい。バリうま。クイッチチンチン侍ゲーム。クイッチでいいんだよね。オーケー。チンチン侍。チンチン侍。いや、うまい。オーケーよ。ラスベガスでドリブルレシピ。よいしょ。よいしょ。チンチン侍、チンチン侍、借金侍、借金侍、借金ね、待って、今のミスせなかった。なんだか昼間からすごい濃いウイスキー飲んでる。満身創痍です。満身創痍。チンチン、チンチン。チンチン侍、チンチン侍、侍、借金侍、借金チンチン侍、チンチン侍、借金侍、借金チンチン侍、チンチン侍、侍、借金侍、借金チンチン侍、チンチン侍、侍、借金侍、借金チンチン侍、チンチン侍、侍、借金チンチン侍、チンチン侍。これやばい。微動だにしなかったね。よえよえ。ちょっと飲んでいいですか。いいですか、いただいても。はい、すごい。ね、飲めなさすぎてね。チェックチェック。うまい。じゃあこいつをかけて最後チンチン玉やし行きましょう。はい。イエーイ。チンチン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 侍、チンチン侍、チンチン侍、チンチン侍、借金、チンチン侍、チンチン侍、借金、チンチン侍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 、さっきの俺大丈夫だったの？インドマスタイルのスペア、これやばいよ。I think that's sweet。これ逆さまにしちゃいけない国だね。そういうことよ。チンチンの形でいつ来てもいいかな。チンチンの形でいいよ。 OK。 Good。 サムライ。借金チンチンサムライ、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 借金サムライ、借金チンチン、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 サムライ、借金サムライ、借金チンチンサムライ、チンチンサムライ、サムライ、借金チンチンサムライ、チンチンサムライ。よし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 、どっちだ、どっちだ、まだ届いちゃってるぜ。ほぼテキーラのパンチ、ほぼテキーラパンチ。ハヤハラセットの、ハヤハラセットセットのメニューのドリンク。いやアメリカですね。アメリカです。また来ちまったぜベラージオ。ダメだ、おかしくなっちゃってる。おかしくなっちゃってる。もうラスベガスに吸い込まれちゃってるよ。すごいよ、ディズニーランドに今から行く気分だよ。やっぱりさ、うん、よくないね。一番好きなんだけど、まあ、これしか俺知らねえけどすごいいいよ。うん、止まっか、噴水が見える部屋にね。はい、下さい。バカ言ってバカ言ってんな。また来てしまいました。これ昨日も来たよね。今日も来ました。今日も
ってますね。広がってる。ついに初めてできたんで、これから昨日使った全財産取り返していきましょう。よいしょ。じゃあ行ってみましょう。でもね、明日早いから9時に寝なきゃいけないんで。そうだね。まあ8時30分だから。いいだから。タクッタクッとレンプね。あーで。よいしょー。行くぞー。今日6時に起きたもんね。皆さん調子は絶好調だよ。イエーイ。せーの。おー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 。